ハムリンはアメリカ海軍の護衛空母、防具急行空母艦の一隻。ハムリンは海事委任契約の下、カリフォルニア州サンフランシスコのウェスタンパイプスチール社で1941年10月6日に寄港する。1942年3月5日にウィリアム・ H ・シェア夫人によって浸水し、1942年8月20日に悪部マイナス15に艦首変更される。 1942年12月21日に、レンドリースポーに基づき、イギリス海軍に移管される。1943年7月15日に、クブマイナス15に、艦種変更され、艦は、ストーカーと改名され、イギリス海軍で収益した。ストーカーは、ニューヨークへ向かい、1943年2月27日に、到着した。 それからカサブランカまで航空機を輸送し、その後イギリスへ向かい、チャタム交渉でイギリス海軍用への回収が行われた。ストーカーは1943年9月には V 部隊に所属してサレルの上陸作戦に参加し、1944年8月には第88.2任務軍に所属してフランス南部への上陸作戦に参加した。 続いて9月から10月にかけてストーカーは、エーゲ海で、船舶攻撃などに従事した。1945年2月、ストーカーは東インド艦隊に配属された。6月、マレー半島南部の写真撮影を目的とした、バルサム作戦に護衛空母ケディーブやミールなどと共に、参加。作戦中の6月20日には、護衛空母搭載機が、 スマトラ島のメダンなどの飛行場攻撃を実施した。1945年12月29日にアメリカに返還され、1946年3月20日に助籍。席アラバマ州モービルのウォーターマンスチームシップ社に売却された。1947年8月にはオランダに転売され、リーワと改名される。その後1968年にロベトと改名され、 1975年9月に台湾でスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。